こんにちは、ウェビーチャンネルです。今回はクレヨンしんちゃん実験ドリンクだぞ5を紹介します。前回4を紹介しましたが、色と味が違うみたいなので5を買ってきました。変化を見逃さないようにするんだぞ。粉を入れると色が変わる。コラージュ。裏はこんな感じです。では開けてみます。せーの。中身はこんな感じです。フラスコ、プチジの粉、フラスタチの粉、ストローです。フラスコにクレヨンしんちゃんの絵が入っています。では早速作っていきます。レッツクッキー。フラスコは軽くすすいでから使います。まずは水をフラスコ 100cc の線まで入れます。あ、ここに 100cc って書いています。ジュースになるので冷たい水を用意しました。紫の粉を入れます。紫だ。うわ、すごい紫。揺らして粉を溶かします。あ、赤っぽくなってきた。赤キャベツみたいな色。すごいコーラのいい匂いがします。あ、まだ粉がある。最後のちょっとがなかなか溶けません。この粉は白です。多分泡立つんだね。これが赤色に変わると思います。今紫色です。では入れます。あ、泡だ。あ、すごい泡が出てきた。炭酸が。揺らして粉を溶かします。色はピンクに変わってます。あ、こぼれる。こぼれる。面白いから、面白いからこぼれてお願いだから。あ、こぼれて、こぼれて。あ、こぼれない、すごい美味しいと思います。うん、チチの粉がいっぱいこぼれちゃったけど美味しい。チチの粉こぼれちゃったけどさ、すごいうわーって言ったもんね。シュワシュワしてて美味しいです。これは絶対冷たいお水で作った方が美味しいです。すごい炭酸があるように見えるけど、そんなにシュワシュワしてません。5でした。皆さんもぜひ作ってみてください。バイバーイ。また見てねー。